金貸せって、後で返すって言ってんだろ。困ります、ごちゃごちゃ売れた。なんだおい、なん、いや、お前ら、ああ、ここらはうちの組の人。なんだと、ヤクザが偉そうに説教されてんじゃねえぞ。様になってきたよな。もういっぱしのヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。これで風間のお客さんも少し安心する。さあ、あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕プシだけだ。お前みたいに器用じゃねえか。何言ってんだ、こんなバカみたいな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやつさんが無所から出てくるのは年明けか。それまでで俺も少しは気を出すな。へえ。なら、まずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちっと変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやつさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな。
極道商売にある程度見栄が必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその家のため。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りでもならケチケチ。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見え張ってなんぼだぜ。そっか。そんなもんさ、肩着のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。奴らにとっちゃ外見が全て。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店がある。楽しめ。いいな。